はい、今回ですね、はい、前回からの続きでですね、ボブサップ、続きなんですけれどもね、はい、まあ、そういった形でね、アーネスト・フォーストを KO するというような形で K1 でもね、活躍してこうね、ボブサップなんですけれども、まあ、紅白ね、その紅白歌合戦を超えたこの明けぼの戦、すごいですね。勝率 43% ですよ。そういったようなね、形。ね、まあ、一般層も含めた、いわゆるお茶の間の人気者にもなったってことですね。テレビ、ラジオにも次々と出演し、2003年にはサップタイムという形でですね、CD デビュー。知らない。もう飾ってですね、まあ、プロレスのリングにも上がったんですね。2002年にプロレス大賞 MVP を取って、新日本プロレスのリングに立った2004年には IWGP ヘビー級タイトルを獲得。突然もない活躍ぶりだったわけですね。要するに、そういう格闘技の試合も含めて、プロレスの試合も含めて、お茶の間のバラエティとかにもいっぱい出てたんちゃうかな。そうですね。あははとか言いながらね。すごいいいキャラしてたもんね。さらには CD デビューもしたという形。ただね、そういったような形で絶頂期を迎えたサップなんです、ボブサップなんですけど、2003年にね、ミルコクロボコップと K1 で確か試合したんちゃうかな。その時に KO 負けを喫したんですよ。初めて、彼はね、弱々しい目をその時に見せた。確かね、ミルコのパンチが目のあたりはあったかな。それに非常にこう、パンチをここでちょっと、それまで恐れ知らずでこう、ちょっとつぼしにフィジカルを生かして突進していくという形で、もうポポポポポってやった試合展開が多かった中、そのミルコのパンチで、結構パン攻撃っていうのをちょっとこう恐怖するっていう部分があったんかな。まあ、そのあたりから徐々にちょっと弱々しい目を見せていき、立ち技では8連敗を喫し、総合では14連敗という形で泥沼にはまっていくようなね、ぐわーっとこう上がっていって、そういう CD デビューやバラエティも出て、プロレスにも出て、そしてあけぼの戦との試合がすごく視聴率あった中、この見ることの一戦でちょっとこう負けパターンができてきたという形になっているかな。まあ、そんなキャリアにおいて最後のね、そして最大の花火を打ち上げたのが、先ほど申しました2003年の大晦日のね、はい、元横綱曙の K1 デビュー戦の相手を務めた、まあ、K1 のこれ、ルールだったかな、キックボクシングルールで曙と戦ったということですね、はい、その試合にこう見事に KO 勝ち、確かこれ戦列に覚えてますが、曙が、うつ伏せの状態でこう、なんていうか、KO、ボーンってこうね、サップの攻撃で KO 負けをしたっていうのがね、試合ですね。はい。まあ、その、中継ね、TBS の中継は瞬間視聴率 43% を記録し、紅白歌合戦を超えた。だと紅白という形でね、いろいろ大晦日っていうのはね、まあ、今あれですけども、ガキの使いとかいろいろある中、この試合は紅白超えを果たしたっていう試合ですよ。はい。そしてね、まあ、国立、以前の動画でも申しました、国立競技場進出やね、はい、打倒紅白、格闘技における2つの歴史的瞬間に、ボブサップは主役、立役者となったということですね。まあ、キャリアの終盤はね、ちょっと集大を記したと言ってもいい彼ですけど、間違いなくその時代の格闘技ブームの象徴の一人だったと。K1 でね、マネージャーを務めた人物によると、メディア出演が忙しい時期には、まあ、確かにそうですね、これでは練習ができないって、ちょっとぼやいたりね、はい、まあ、いろいろ人気者になるということは、そんだけいろんな仕事が入ってきますんで、そういった本業の格闘技の部分じゃないというようなところで、ちょっとね、時間が割かれます。そんな中、ちょっと練習ができなかったという状況も実はあったということですね。まあ、練習に専念できる環境があったりね、まあ、キャラよりも実装が注目されていたら、ちょっとまだ、そんだけの、体のね、運動神経やそういうフィジカル的なものっていうのはすごい才能があったんだね。もし格闘技にちょっとそういうような形で、ちゃんと練習ね、ストイックに練習していたら、まあ、彼のキャリアも違ったんじゃないかっていうような声も関係者の中ではね、多いと。まあ、そういった形でね、まあ、ブームの申し子だからこそ記憶の残る存在になったんじゃない、まあ、ないのかなという形ですけれども、まあ、このボブサップっていうのは、まあ、あまりにもね、得意な、ちょっと特質なね、格闘技人生を送っていたっていうようなね、まあ、印象がありますよね。はい。ではまた次回、ありがとうございました。ありがとうございました。